ている。社民党は旧社会党時代から北朝鮮の朝鮮労働党と友党であり、北朝鮮との唯一のパイプであることをアピール。だがその実態は単に友好関係を強調するだけのものであったという。実際訪朝団の団長として平壌を訪れた村山元首相は拉致疑惑について過去にこう語った。拉致疑惑が片付かないから話ができないということでは永遠に話はできない。そして土井投手もかつてはこう語っていたという。朝鮮民主主義人民共和国に対する食料援助は少女拉致疑惑などとは切り離して人道的見地から促進すべきだ。しかし先月の日朝首脳会談で衝撃の発表が。今までこの問題を無視し続けた国会議員の方々、社民党共産党の方々、何か我々に言うことがあったら連絡ください。それを受けて土井投手は非常な衝撃を受けました。それと憤りを本当に感じます。社民党は北朝鮮と友党関係にあるはずではなかったのだろうか。先月26日、田島先生は社民党議員として最後の質疑。その冒頭、先生の口からついに爆弾発言が。で、社民党は、旧社会党時代に始まって朝鮮労働党とは友党の関係であると強調しながら、結果としては過去拉致問題に関しては何もできなかったということを私個人としてはとても残念に思います。ついに公式の委員会で社民党を批判。そういえば昨年の議員当選の際も先生はこんなことをおっしゃっていました。何でも言っちゃうからね、正直に。こうなったらもう裏なんかなしで全部表に出して。そこで緊急分析。田島先生こんなことを言ってました。社会党があってダメになった時にちゃんと自分たちの政策も方針も間違っていましたとしっかり謝れってそう言ってる人はいるんだけど誰も謝らないよね。田島さんもやっぱり党をちょっとこうバックボーンが出てくるとその分ちょっと発言控えてらっしゃいません？違うもの。そこがちょっと。でもどこにいても浮くのよ私は。拉致はなかった風のことを書いてる。それを今もって入れてるの。黙って聞いてよ。今もって入れてるの。この事態になってもその論文撤去しないの。今もって入れてるってことは腐ってるよ。そりゃそうだよ、ね、注釈つけるとか。立派だ、いっぱいあんだわ、うん、社民党に田島さんの発言について咎め立てをするような勇気はありませんよ。それは即世論を敵に回しちゃうわけだから。まさに怖いものなし。田島先生の怒りの矛先は大臣へと向かった。どうか私のお願いとしてはその北朝鮮への経済協力の枠の中に何らかの形でこの慰安婦の方たちにこの個人保障の分も入れ込んでいただけないか、取り込んでいただけないかというふうに考えるんですけども。北朝鮮に在住する元慰安婦の方については今後その行われる日朝国交正常化交渉そして日朝関係全体の文脈の中で総合的に検討していくべき課題であるとそういうことでございます。川口大臣に軽く言いなされ先生さらにヒートアップ。それから50年前に拉致されて慰安婦にされた方々も歴史と政治の狭間で犠牲になられた方たちです。皆さん苦しんでらっしゃることは同じです。よく調べて言っている。余計なこと言わないでください。余計なこと言わないでください。7月16日の内閣委員会の私からの質疑に対して福田官房長官は日本の戦後保障の窓口を明らかにするということを検討すると答弁してくださいましたがまだ実現していません。引き続きよく検討してまいりたいと考えております。検討検討とおっしゃってるんですけど本当は検討してらっしゃらないんじゃないんですか。頑張って明日にでも作ってください。よろしくお願いします。さすが先生勇ましい。この勢いがとんでもない失態を招いた。以上終わります。次中谷大臣よろしくお願いします。あ間違えましたごめんなさい。田島陽子君あなんか分かんなくなっちゃう。怒っちゃったら分かんなくなっちゃいましたね。今度は防衛庁ですね。あそうでしたね、はい、すいません。
あのは行かないということなんですけれども、まあ、有事法制、今回は議論されないでも済むようになると思って嬉しいんですけれども、まあ、そんなことまたやじられますね、三浦さんに。ですけれども、ついにやじった議員の名前を発言。記録に残るため、これは問題で。委員会3回後、院内カメラは入り口付近で揉め合う三浦議員と田島議員の姿を克明に捉えていた。一体何が話されていたのか。恐るべし田島陽子。あの三浦議員と何を話してらっしゃるんですか。あの人は私がその女性の社会的地位向上のためにちょっとでも女性のことを出すともうすぐやじるんですよ。決裁委員会でそれでブツ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 言って質疑の邪魔をするんですね。だからいつもさっきあのタレント議員というのは反発されてましたけども、はい、まあ、世間的には多分タレント議員だと見られてる可能性があるわけですね。だからつまり無所属なのは簡単ですけどね、かっこいいですけど、むしろこれからが大変なんですよね、うん、今言った決裁委員会とかですね、ああいうところなかなか出れないですよ。今度今3つの委員会に属してるんですね。決裁委員会と内閣委員会と強制調査会。でもこのうちのどれか1つ、もしかしたらこのうちのにも出してもらえないかもしれない。もしかしたら誰も出たがらない法務委員会とかそういうところに回されるかもしれないですね。そうですね。でもあの女性の問題は横超党ですからね。超党超なぎない全部超で横につながりますから、どこでも活躍できますから。そうですか。はい。いやね、すみません、考えました。はい、何ですか。急遽今作ったんですか、はい、結局ですね、社民党から比例で出てますから他の党に行くことはできませんね、うん、しかし無所属ですから、うん、そっと小泉さんが、うん、あなたはいいぞって言って政務官に抜擢はできますね。それを狙っていったらどうですか。あ、いいですね、そしたらいろんな政策をぜひ。それ我々は抜擢されない組ですから代わりに抜擢されてもいいと思ってないんだよ。一人になってから具体的に聞くけどさ、田島さんは拉致問題をどうすればいいと思う。あ、だからあのどっち先にするかとかそういう話ですね。そう、正常化もあるし、うんうん、それと拉致問題に行く先ですよ、うんうん、多分これはどこまで行っても、うん、どこまでやってもね、うん、どっか俺は思うんで第三国が入って、ね、そこはちゃんと下さない限り当事者同士でやったってダメなことは分かってるでしょ、うん、これは向こうはそう突っ張れるし、こっちはもっと調べたいって言うし、うん、ね、うん、それをさ、田島さんならどうするわけ。どうしたら解決できる。いや、私はね、やっぱりあの政治家が動いた方がいいと思うんですね、うん、外務省だけじゃなくて。やっぱり政治家特有のパワーってあるわけだから。で、私はあのやっぱり拉致問題片付かなきゃ正常化しちゃいけないっていうのはそれは気持ちとしては分かるけど、やっぱりそれは一緒にやっていかないと。だってそうじゃないですか、あのあんまり追い詰めない方がいいです、相手を。話し合いの中でいろいろ問題の意図がほぐれていって、私は拉致の問題もいい方向に行くと思うんです。だからこれがダメならあれがダメっていう交渉は下手だと思いますよ。今田島さんの話を聞いてると小泉さんと全く発想一緒ですよ。拉致問題は回避しなきゃいけない、しかし正常化の交渉は続けなきゃいけない、そういう部分だと思う。ほら、小泉さんと一緒、うん、だけどここでね、問題なのは私はおそらくね、今生きている2つのカップルですよね、うん、この人たちはいずれ日本に来る可能性はあるけれども、この人たちが子供さんがいるわけですよ。戻ってくるときに家族で帰ってこれるか、それまでやらないとね、筋論だけ言ってもやっぱりこの拉致問題の真相究明は残念ながらやっぱりある程度1割2割はもう完全に明らかにはできない。明らかになってくるとそのたんびにね、やっぱり悲しい、そのむごい情報というのは出てくる。マスコミの報道なんかもそうだけど、あの国あの国っていうね、あの国っていう言い方は、俺は本当に良くないと思うんだよね。っていうのはやっぱあの国の政府っていうさ、ね、ところをはっきりさせておかないと、あの国の民族自体をこう攻撃することになるよね。で、平沢さんなんかも言ってるけども、とっても感情的に攻撃してるけども、やっぱりあの国の政府っていうのをしっかりしておかないと、その向こうの民族の方と日本人のその国の民族の違いの感情が日本にいる方々にも随分迷惑かけてることは確かでしょ。だから今こうやって在日朝鮮人の学生たちが、うん、いじめられたりになっちゃうんだね、それも行き過ぎですよね、うん、私はもう国民がこんな指導部じゃやっていけないっていうね、そういうマグマが溜まってるとするならば、やはりここは私は食料援助なんかをして、そして北朝鮮の国から国民の力で変えていく。しかしそんな甘いもんじゃないですよ。あそこは北朝鮮の人たちのことを考えると、上で苦しんでるって大変だ、いつ爆発するか分かんないと思ってしまうのか、実はそれはそのキム・ジョンイルと、まあ、キム・イルソンとキム・ジョンイル体制が徹底的に首相と
要するに洗脳みたいな形で、あの上でも立派に先生というような形にしてある人たちじゃないかなって思ってしまうのよ。じゃあそんなに爆発しないんじゃないかっていう。しないですよ、しないですね。それはやっぱりこの位置であの生活を見ると、これは爆発するんだろうじゃないんじゃないかと思って。自分たちの計りで考えるのと、計りが違うんじゃないか。帰国したね、寺越さんのケースを考えても、最初の言葉はハングルですからね。